アドリアン・フルモーはフランス出身のラリードライバー。2019年より WRC2 を中心に M スポーツから参戦中、モータースポーツファンである家のもとに生まれた。2018年に国内のラリー選手権を制覇し、翌年のラリーモンテカルロで WRC デビュー。開花でゴリである WRC2 ではいきなり表彰台を飾り、この功績が響いたのか。 ドライバーズランキング13位で終えた。2020年は、M スポーツフォードと契約し、7戦中6戦に出場した。表彰台に上がった回数は、前年を上回ったが、優勝には至らずドライバーズランキング3位で終えた。2021年も引き続き WRC2 に参戦、するが、チームメイトとなった、テームス2年と共有する形で、2代目のフォードフィエスタ。 WRC で出場する。WR カーデビューとなった第3戦クロアチアでは、初日からチームメイトで、エースのガスグリーンスミスを圧倒し2度のステージ2番手タイムを記録するなど、デビュー戦ながら5位に入りいきなりその存在感をアピールした。第6戦サハリでは、最終日の SS16 で自身初のステージ勝利をマークし、自己最高の4位でフィニッシュしたが、 ラリー終了後に SS14 でコーナーをショートカットしすぎたため10秒ペナルティが加算されたことでチームメイトグリーンスミスに0.1秒先行され5位に終わった。整形外科医を目指してリール大学の医学部に通っていた経験がある。シーズン進行中。ありがとうございます。